イマノル・アルグアシル監督団、今週、タケは通常のトレーニングでできなかったが、それが理由ではなく、勝つために可能な限り最高のチームを作るためにメンバーを決めた。ムンド・デポルティボ氏より、タケが1週間通常の練習をこなすことができなかった理由は筋肉の問題のためであったが、試合では攻撃面のボールの動きでかなり主導的な役割を果たしていた。どれだけの可能性を秘めているのだろうか。ゴールキーパーのレミロ、試合後インタビューより、タケはこんなに面白くておしゃべりだとは思っていなかったよ。とても親切だし、ドレッシングルームでも評判がいい。冗談を言ったり、チームやグループにとってとてもいい存在。